アルデバラン B は65光年離れた赤色巨星アルデバランの周りを公転している可能性がある太陽系外惑星候補である。アルデバラン B は当初1993年に存在する可能性が報告されたが恒星の活動由来のシグナルを見ている可能性が高いとされ惑星の存在は確定されなかった。その後2015年に惑星が存在する 可能性が高いという報告がされたものの、2019年の研究では再びその存在に疑問を投げかける報告がされている。アルデバラン B の創造図、アルデバラン B は、加減質量が木星の6.47倍の巨大な太陽、系外惑星候補である。軌道長半径は 1.45au。この惑星の主星は巨大であり、放射エネルギーが非常に高いため、 平行温度はおよそ 1500K になる可能性がある。しかし、かつてアルデバランが主系列性であったときは、アルデバラン B は地球の平行温度と同程度の平行温度を持っていた可能性がある。主星であるアルデバランはオレンジ色の巨星である。つまり、すでに主系列から移行し、核の水素の燃料を使い果たしている。スペクトル分類は、k 5 3である。 アルデバランは K 型の構成で、質量は太陽の1.16プラスマイナス0.07倍、半径は太陽の44倍である。また有効温度は 3910K である。参考までに太陽表面の有効温度は 5778K である。アルデバランの平均の見かけの等級は0.86で、肉眼で簡単に見ることができる。 アルデバラン B が存在する可能性が最初に指摘されたのは1993年で、アルデバラン、アークトルス、ポルックスの視線速度の観測結果に基づくものである。アルデバランには、視線速度の変化が検出され、これは恒星天体の晩星によるものだと解釈できることが示された。その測定値は、公天周期が643日、加減質量が、 木星の11.4倍の天体が軌道長半径 2.0au の位置で円に近い楕円軌道を取ることを示唆している。ただし、調査された3つ全ての構成は同様の振動を示した。天文学者たちは、この視線速度の変化は惑星の重力的な効果によるものである可能性を否定はできないもの、構成固有の変動によるものである可能性が高いと結論づけた。 2015年の研究では過去30年にわたる観測データの解析が行われ惑星に由来すると考えられる視線速度の変動と構成固有の変動に起因する変動の両方が長期的に安定して存在しているという証拠が示された。これはアルデバランビーが存在することを支持する結果である。しかし2019年のリック点問題により提供された 新たなデータの分析では、アルデバラン B の存在に疑いが生じた。これは、視線速度の信号に一貫しない挙動が見つかったことによる。惑星が2つあることも考えられたが、N 体シミュレーションを用いた検証では、軌道の安定性に問題があった。そこで、惑星は存在しないことが示唆されている。2020年の時点では、太陽系外惑星エンサイクロペディアでは、 アルデバランビーの存在については、コントロバーシャルとなっている。ありがとうございます。